子供と一緒に波の来るところへ、多分同じ状況やと思うわ、まあ、多分子供が僕も小さかった頃やけど、ちょっとやっぱりええ格好するでしょ親父に、ね、でも波乗りもしたことないのにね、あいこあい言うてこう波の反対側向かってバーンこうしてぐるぐるぐる波に巻き込まれて着いた途端に病院行ったんですよ、首を押さえて。この間新幹線でおって大丈夫やいうことで、いろんな話してたら、ちょっとアホな話もしてたら、まあ後ろが梨本さん乗ってますけどちょっと振り向いて言うたらあかんぞって言いましたけどどうしようもないじゃないですか。いやいや、すごい証言が S 福亭さん、あのね、こう受け止めたんですか、こう島を脱ぐ、酔っ払ったら脱ぐ癖があるんですよ、盛り上げとして大好きなんですよ一緒はい、じゃないと手出ませんよ。あとハワイの話も出てましたけども、あれは本当僕もびっくりしました、話聞いた時は、俺もびっくりしたね。自分がなった時どうなったんですか。向こう側がまあビーチだとするとでかい波が来たから、やった乗ったれと思ったら、ボーンと持ってかれて、こう首顔からまずボーンとビーチに叩きつけられて、こういう風にいったから首の骨折れたと思ったね。うわバキーっつって、でもう顔はもう思いっきり打ったからこれ腫れるわと思って、で大体大きい波が来ると次もでかいからもうこれ死ぬと思ってぐわーっと上がってって、で子供もいるから振り返ってバッ大丈夫かっつったら「あ大丈夫」とか言ってこうやって見てるから上がってこいっつって、上がらせて「お前ちょっとこう座っとけ」っつって、車のバックミラーでこうやってこうやって見たらもうこんな腫れてて、あまあ顔はこれぐらい腫れるだろうな、もう予想はついてた、予想はついてで首こう動かしたら動く動くと思って、あ折れてないなこれと思って、あ大丈夫かと思った瞬間に両手がブルーってこう走ったんですか、何かが、うんこう、打ってもいない場所が、これなんだと思って、ただことじゃないぞと思って、ほんでこうサングラスがあったからこう開けて帰るぞとか言って、どうしたのとか言われるから、驚くなよフレッとか言ったら、パパ大変だよそれで帰ったらギャーとかやれて家族に、で次の日すぐ帰ってきたね。いや怖い怖い怖い。続いての CM 参りましょう、はい、さあこちら藤井フミヤ明かされた生い立ちのすべて、人気ミュージシャン N から海を越えて VTR が届けられた。そんな思い切りサックス持ってやんこれ分かんない誰だろうこれ、分かんないですね。知られざる貧乏生活も明らかに。誰でしょうね、誰だろうね、誰だろうな。じゃあ証言どうぞ。あ誰だろう、誰やろう。いやー皆さんどうも、ご覧の通り私はハワイにいます。違う、隅田川のホタルにもいまして、今回は私レコーディングでどんどんイギリスへ来てるわけなんですけれども、今日のゲストの方とはですね、僕は本当に深い関係を持っております。それはそうね、ちっちゃい頃からですね、彼はやはりこうおしゃれといいますか、いろんなものを気遣ってましてね、まあ、きっと今でも後悔してると思うんですけれども、やっぱりあれはおしゃれだったのかな、今思えば。反り込んで力いっぱい毛を抜いたことは今でも後悔してるんじゃないでしょうかね。まあ、あれも一つのファッションだったしな当時な、そう、本人も思ってるはずですけどね、まあ、そんなにデビューしてから苦労したことはないと思うんですけど、まあやっぱりお金のない、それなりに、下積みといいますか、貧乏な生活を、一緒にしておりましたですね、コミュニティも彼はですね料理が非常にうまいです、だからなんかそういう貧しい流れでもなんか少ないお金でなんかいろいろ工夫したような覚えもありますですね。今度なんかうまいもんでも、食わせてください。だけど家に帰ったらちょっとロンドンに酔っちゃってる感じがちょっとやってましたね、ありましたけど、そういやロンドン行ってたわって今見てそうだったかな
あ、じゃあ、あんまり連絡は取り合ってないってことですか。まあ、ちょくちょく会うことは会うからね。その貧乏生活があったということでございますが、貧乏ね、そう、1日ね、500円か600円ぐらいでだいたい3食終わらせる感じかな。で、一回その、まあ、うちの今のかみさんなんですけど、給料ボーナスが出て、何でもおごってあげるって言って、じゃあって渋谷行って、なんか高そうな看板があったの、フレンチだったと思う、はい、多分、入ったら、もう訳わかんないのよ、もう何が書いてあるかも、フランス語だったんですか。まあ日本語も書いてあったろうけど、なんかなんとかの鴨のなんとかのテリーヌとかわかんないけど、そうそう、前菜があってメインがあってとか、そういうのわかんないじゃない。だから、じゃあこれ安、これじゃあ俺これみたいな、もう前菜もクソもない、一人一品ずつこう来て、なんかもう食った心地もしないままに帰ってったっていうのはね。直行なんか間違ってオードル頼んじゃって、もうさらにチョロロロロってなんか、お前それだけみたいな、それだってラーメンとカツ丼3品ぐらい食えるぞお前。へえ、そんな時もあったんですね。そういう記憶が、うん、覚えてる。それはあと反り込みって言ってましたけど、中学校の時やっぱリーゼントが入ったから、はい、こう丸いこういうえなり君みたいな、お前それではリーゼントしちゃいけないのよ。ああ、だからやっぱこう反り込んでたね。脱毛クリームで抜いたりもしてたね。ダメよそんなことしたら。ダメよね。そうそうそう、反り込んでたよ。みんな反り込んでた。この前さ、野球やった時にね、バッター立ったら、ちっちゃい子供がおってんや、子供が、ノーモー悩みみょーって。それでは、座右の銘参りましょう。はい、じゃあおっちゃん開けてください。はい、じゃん、大したこっちゃないと、うん、最後足りなかったんだね。台が大きすぎましたね。そうなんだよ、ね、大したこっちゃない、大したこっちゃない、これはなんで、これが何事もなんか大したこっちゃないって済ませようっていう、その極意っていうか、なんつうか、それは剛君がね、教えてあげてほしいね。よし教えよう。僕はもうこんなことをもうどん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 、あの、広がっていくわかめみたいにどんどん上がわかめだ、いきますから。なんかね、こう寝れば明日が来るしね。あのね、僕ね、寝ても寝ながら考えてたし、何に悩むのそれ。夢で見ると朝一にまたこうやっぱなる。でもそれを救ったのは釣りやな。釣りですね。ああ、うん、ね、釣りなんかしてるなって言われましたけどね。まだまだ、いや、まだいいやろ、まだいいやろ、なんかせやいう話、まだなんかね、そんな人里離れたとこにいかない。大体なんかこう一回こう、なんで宇宙のこととか考え出すと、大体これぐらいの年齢的に宇宙のこと考えるんですか。大体20代のね、後半ぐらいにやってきた。俺大好きそういう話。宇宙まで行って考えてもしょうがないと思って帰ってきたね。そうなんです。そうそうそう。父さん今ふと思ってんけど、父さんって枕いる？いりますよ。この様の枕で。でも、あの、寝る時はいいんですよ。起きた時に、うん、頭洗って直せばいいんですけど、うん、移動の時が寝れないんですよ。うん、潰れちゃうから。潰れちゃうから。でも。フミヤさんもちょっとしてませんでした。俺はマフローやったね、一回やりましたよね、うん、あれ周りの反応どうでした。もう最低だった。最低だったね。早くやめてください。本当ですか。アコムコールセンターでは初めてのお客様が気持ちよくご利用になれるかは私たち次第。とびっきりの声の笑顔でお待ちしています。グザズね、キャロ、はい、キャロ、あ、これ、あの、矢沢駅さんが元々いたバンドですよね。このバンドがいなかったら今の自分がないと言っても過言ではない。このバンドの、まあ、解散ビデオを見て、僕は中学校1年でエレキギターを買ってバンドを組んだんですよ。いくらぐらいしたんですか。俺ね、ガキの頃からなんかちょこちょこあったあの貯金を農協から下ろして、はい、農協ですか。農協しかないんだからって、近所銀行ないから。で、5万円のギターを、かなり高いじゃないですか。高いんですよ、当時5万円のギターって言ったらもう、うん、かなり、うん、ほんで、中3の頃に友達が夜中ガンガンとか玄関開けてきて、なんだお前とか言ったら、ギター貸してくれって言うわけ。はいはい、ちょっとあの今度なんかでやるからとか言って、持ってったまま質屋に入れられた。ひどい。
そう、思い出のギター、思い出のギターはね、質屋に入っちゃった、ね、そのギターはどこに今いるんでしょうね。いやもうどこにあるんだろうね。だってそのままその友達が質屋に入れて、うん、でそのギターが渡り渡って、うん、もしかしたら下手したら海外とかまで。でもね、そのね、本当にジョディっていうメーカーだったんだよね。ジョディ、多分国産だと思うんだけどね。誰かのリビングとかにポンと置いてあるかもしれない、ね、そんな立派なね、ギブソンとかフェンダーだったらね、ちゃんといつまでも撮影するかもしれない。ジョディって思っちゃう。いいな、すいません、ジョディもしかしたら今見てる人が思ってるの、ジョディお送りしました。というわけで本日のゲストは藤井フミヤさんでした。ありがとうございました。